原初世界の光の戦士、どうしてここに。な、俺の声が聞こえてるのか。嘘だろ、こんなことって。闇の戦士、確かにそっちの世界ではそう名乗っていたな。俺の正しい名前はアルバート。原初世界で使っていた偽名とも発音はほぼ同じだ。かつて俺と仲間たちはこの世界に光の反乱が起きる原因を作ってしまった。このまま全て無にされるくらいなら、そう思ってアシエンに導かれて原初世界に渡り、世界統合を後押ししようとしたんだ。そしてお前たちに敗れた。だが光の巫女ミンフィリアとの出会いがあって、俺たちの魂はこちらの世界に帰還したんだ。戻ったのは光の反乱がちょうどノルブラントを飲み込まんとした時だ。ミンフィリアと仲間たちの魂はそれを防ぐために力を使い消えたよ。俺だけを残してな。なあ、今はいつだ。光の反乱からどれだけ時が経った。100年。そうか、そんなにも。俺はもう何に触れることもできない。この姿は誰にも見えず、どれだけ叫ぼうと声が届くことはない。ただ彷徨うことしかできない亡霊なんだよ。長い間歩き続けた気もするが、いつしか自分の形も見失って意識も曖昧になっていた。それがさっき急に目が冴え始めたんだ。何かに惹かれる感覚があって、気がつけばここにいた。お前はなぜ俺が見える。そもそもどうしてここにいるんだ。第一世界を救うためにお前が呼ばれたわけか。バカだな。世界は決して救われないし、世界を救おうとする奴はもっと救われない。少なくとも俺はもう、さまよっているうちに戦っていた理由さえ忘れたよ。だがこうしてお前と巡り合ったのも、お前にだけ俺が見えるのも、理屈はわからないが意味のあることかもしれない。俺は俺が残された意味を知りたい。今度こそ旅を終わりにしたいんだ。お前の戦いを
しばらく見物させてもらう。せいぜい気をつけろよ。この世界はもう英雄の居場所じゃないんだ。部屋の具合はどうだった？少しは休めただろうか。え？それはその、初めて聞く話だが、もし急速に支障が出るようだったらまた教えてくれ。さて、それでは早速暁の仲間たちの現在地を説明しよう。これが光の反乱を逃れて残っている地域、ノルブラントの暫定地図だ。この辺りがクリスタリウムのあるレイクランドと呼ばれる一帯。北には妖精郷イルメグ、ここにはウリエンジが滞在している。東には古くに栄えたラケティカ大森林、ヤシトラが拠点にしている場所だ。しかしこれらの地域は侵入に少々準備がいる。まずはクリスタリウムから飛行銃で直行できる土地にいるアルフィノ、アリゼーと再会をすべきだろう。アルフィノがいるのは西の海に浮かぶコルシア島だ。ここには
鬼人や富豪が集う大都市ユールモアがある。彼は世界を救う足がかりとしてまず人を知り人脈を得ることを選んだのさ。今は統治で情報収集に当たっていると聞く。一方アリゼがいるのは南に広がる乾いた地アムアレーンだ。ここは光の氾濫によって一切の無になってしまった大地との境で、人が存在できる限界域であり、罪喰いとの戦いも多い。アリゼは兄と異なり、まず敵を知るべきだと言ってね。己の鍛錬も兼ねて彼の地で用心棒をしているらしい。アルフィノのいるコルシア島とアリゼのいるアムアレーン、訪ねるのはどちらが先でも構わない。行きたい方が決まり次第声をかけてくれればすぐに移動の手配をしよう。ああ、サンクレットについてはそうだな、ある人物と共に流しの罪食いハンターをやっているというところだ。すぐに再会するのは難しいが、時が来れば必ず巡り会えるだろう。